一口駅名解説へようこそ。今回は、青梅線の、福生駅の名前の由来について解説していくよ。福生といえば、多摩地区を代表する難読駅名だけど、これには室町時代の有力者であった、小宮氏が関係しているよ。小宮氏は秋川方面の有力者で、市の目線から見ると、福生は北側、武蔵野方面の防衛最前線だったんだ。防衛の最前線ということは、向こうから攻めてくる敵を塞ぐこと。塞ぐという言葉は、蓋をする、すなわち蓋ぐとも言うよ。この、蓋ぐ、がなまると、ふっちゃ、になり、それが転じて、ふっさ、になったんだね。実際に地元の頃は、ふっさのことを、ふっちゃ、ふっさ、と発音するらしく、この説は有力視されているみたいだよ。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。